生態とかね、もう生態もねこれ学ばなきゃいけないよね。やっぱりね生物基礎でもただなんかちょっと生態系のさちょっと軽く学ぶじゃん、まあ、やっぱ学ばなきゃいけないっすよね。だって地球上、ね、俺たちって、まあ、農業を始めた時からかな、地球のねあのま、自分の環境を自ら変え始めたよね人類はね。あの自分に都合のいいように、まあ、この環境もそうだよね、自分に都合のいいように全部変え始め、自分元々生物ってまあでもね、まあ、あの非生物的環境と生物的環境がねあの関わり合ってるのは間違いないんだけど、俺たち人類ってガンガンものすごい力で自分の周りの環境を変えることができるんだよね。暑いと思ったら動物は寒い地域に逃げてたのさ、普通はさ。だから俺たちって暑いと思ったらエアコンつけるんだよね。だすごい人類はちょっと特殊だよね。だけど、まあ、なんで学ばなきゃいけないかっていうと、あの、バイオームよりも広い概念でバイオスフィアっていう概念があるんですよ。これバイオスフィアっていう、概念はもう地球上のすべて生物すべてを表すんだけど、それのね2を作ろうっていう研究があって、あのめちゃめちゃ金かけて植物とか何動物菌類とか、いろん野菜とか、いろんな地球ミニいろんな要素を詰め込んだミニ地球を、地球上に作ろうっていう計画があって、でも大失敗に終わったんですよね。もう全然うまくいかなかったんでね、酸素濃度は下がってくるわ、害虫発生する、あなんだっけなんかの汚染が起きて、もうすぐ早々に中止したんだよね。だから俺たちってこんだけ研究進んでも未だそのなんていうか小さい領域で存続可能な生態系を人工的に作ることはできないんだよね。月に住もうとかね、火星に住もうとか、もちろん目指す方向は全く僕は素晴らしいものと思ってるけど、そもそもそれってどうやって存続可能にするのかなって俺はちょっと思う。あのできそうだと思わない？こう君たちの工程に土、お野菜、何、虫、ね、いろんなものを詰め込んだらなんか。そこで一生暮らしていけそうじゃんって思うでしょ。できないんですよね。面白い。俺たちは第二のミニチュア版地球は作ることはできないんだよね、今のかつて。いや、今だね。だから俺たちにできるのは守ることしかできない。今ある地球のバイオスフェアを守ることしかできないんですね。そこが面白い。まあね、世界のバイオーム、あの日本のバイオームとかね、こんな豊かなね、バイオームを持つ日本。まあね、このね、なんていうの、今ね、気楽に旅行できるような、ね、時期じゃないけども、本当は旅行していただきたいよね。あの将来ね、いろんなバイオームがありますからね。生態系も面白いよな。血縁度とかな、面白いよな。ちょっと動画で紹介したけどね、ドーキンスさんのね、生物体は遺伝子の乗り物っていうね、別にドーキンスさんって別にあれなんだよ。あれなんだよ。生き物は遺伝子にこう操作される機械なんだっていう論は、別にしてないんだよ。あの気をつけなきゃいけなくて、ドーキンスさんが言ってるのは、自らが増えるようなシステムはそれは残っていきやすいだろうっていう、まあ、結構当たり前のことをね、あのドーキンスさん言ってて、確かにそういうシステムって存続していく可能性はあるでしょ。自らのシステムを残すようなシステムってなんていうか広がる可能性はもちろん上がるよね。それ遺伝子もそういう見方できるでしょっていうのはドーキンスさんの話で面白いですよね。まあミツバチのね4分の3仮説もどうなんだろうね。あの何血縁度が高ければ子供残さずにこう姉妹を助けた方が有利だっていうあの4分の3仮説もうどうなんでしょうね。まあいつか解決する日が来るんですかね。まあ一般的に信じられてますけどね、そうやってね、あの血縁度は高い個体をこう残す方向に俺たちの行動は進化してるっていう説は、言われてるけど、どうなんですかね。まあ、いろんなね、あの生き物の行動があります。大腸菌とかね、あの細菌すら行動してるからね。まあ、生態系とかもな。ああ、そうね、食物連鎖とか面白いよね。食物網とかね。面白い。食物連鎖、なんか、アニメ上の食物連鎖を食物網と言いますって昔、書かれてる本が多かったけど、もう今食物連鎖イコール食物網って説明してる本が多いね。あのアニメ上の食われるの関係ね、食物網って。何次消費者とかな、面白いよな。人って何次消費者だと思います？人面白いですよね。何食うかによって違うんですよ。肉食ったら2次とかだしね、あのサラダ食ったら1次だしね、あのこの生き物って何次消費者ですかとか
いう入試問題あんじゃん。あれアホらしいよね、ああいう問題ね。食物部のたどり方で違う、たどり方で違うからね。面白い。あさあ、空食われるって言ったらさ、炭素循環もさ、めっちゃ簡単だからあれ一瞬で終わるけどさ、高校の内容だとさ、炭素循環も面白くてさ、何？昔遠い、なんだろう、ティラノサウルスが、ティラノサウルスが死んで、で、分解され、空気中に放出し、で、空気中を漂い、まあ何度かね、植物に吸収されたり、その植物が死んで、大気中に、植物が呼吸するか死ぬかして、大気中に放出されたりとかして、その炭素が循環して、で、君の体の炭素になる、つまりティラノサウルスの体があなたの体にある、ティラノサウルスの体が、あなたの体を構成している確率は十分にあるわけなん、十分にあるわけで、そう考えると面白い。まあ、原始に個性はあるかないかって話をしたら、ちょっと 夢がなくなっちゃうんだけど、まあ、ちょっとね、夢がある話だね。なんか俺の体の一部にアインシュタインの死があるんだなと思って、炭素があるんだなと思って、炭素循環も面白い話ですよね。窒素循環もすごいよな。なんか窒素循環もすごいよね。お、これさ、いつも思うんだけど、こう、窒素循環の、窒素固定しますよ、アンモニアに変えますよ、ね、消化しますよ、消化細菌、ね、脱窒素しますよ、脱窒素細菌、ね、植物はそれをね、アンモニアとか硝酸を吸収して、アミノ酸作りますよ、で、動物がそれを食べますよ、で、それ動物や植物は死にますよ、アンモニアになりますよってさ、循環。これさ、すげえシステムだよね。全員自分のことしか考えてないんだよ。なんだ、何、化学合成したいとか、アンモニアを手に入れたいとか、みんな自分のこと、脱窒って一種の呼吸なんで、硝酸呼吸なんで、呼吸したいとか、みんな自分のことしか考えてないのに、引いてみたら、全部うまく成り立ってて、存続可能なシステムになってるっていう。俺これがね、今後のなんていうか、地球上で人類が目指すべきシステムの鍵だと思う。全員自分のことしか考えてないのに、すべてうまくいく、すべてのバランス、なんていうか、バランスが修正されながら、修正されつつ、バランスが崩れたら、修正されつつうまくいくっていう、これすごいシステムだよね。さすがなんていうか、何十億年の生物たちが生み出した会社経営ですよね。すごいシステムだと思います。窒素循環なんでうまくいってんだろうみたいな。原核生物がもし絶滅しちゃったら、窒素循環止まって地球上の生命全員いなくなるからね。窒素固定できる生き物いなかったら俺たちって、まあハーバー防止法でどんだけ持つか分かんないけど、基本的に窒素固定細菌絶滅したら絶滅するからね、地球上の生命ね。原核生物で支えられてるって言ってもいい、地球上の生命を。まあいろんな生態系がありますよね。